どうも皆さんこんにちは、スキタンチンです。今日もセブンナイツやっていこうと思います。ですが今日はアリーナやりません。今回はセブンナイツの現環境についてスキタンチンさんがあれこれ語っていこうと思います。なんでかっていうと、アリーナの方が今週もダイヤには上がれませんでした。相も変わらずプラチナランクなので、まあそんなに動画にしても面白みがないなということで、今回は語る回にします。でスキタンチンさんといえばね、無課金に迫らなしということでアリーナをシルバーランクの方からやらせていただいてたんですけれど、ガチャは、セブンナイツを始めた最初の週に33連回して、その後一切ガチャをしていませんでした。それでこの33連という数に特に意味はないんですけれど、このセブンナイツというアプリがリリースされた直後っていうのは、ガチャで聖獣士団などの強いキャラクターが当たる確率が非常に低かったと言われています。なのでガチャを回すよりもとにかく育成を優先してアリーナのランクを上げようと考えました。アリーナでは毎週ランクに応じてルビーが配布されるというシステムだったので、アリーナを上に上げればルビーがいっぱいもらえる、そのいっぱいもらえたルビーでガチャを引いてさらにパーティーを強くしようという計画を立てました。そしてその計画の一つの到達点として、アリーナのプラチナランク、得点で言えば2300点に到達することができました。ただここからダイヤランクに行くにはガチャによる戦力の増強が必要であると判断いたしました。それでアリーナのプラチナランクの現在の状況を簡単に紹介すると、前回の大型アップデートで陣形のレベルが強化されたことによって防御陣形が非常に流行っています。防御陣形というのは前衛が4人で後衛が1人という配置なんですけれど、防御陣形とは名ばかりに陣形のレベルを40まで上げると後列に配置されたキャラクターの攻撃力が 100% 上昇します。この陣形と組み合わせて後列にレベルが高いルリやベリカなどのキャラクターを配置することで、これらのキャラクターの一撃をもってして相手を殲滅する一撃必殺スタイルが流行っています。しかも後列のキャラクターは1人に対して前列が4人いますので、後列の1人を倒すのがなかなか難しいという、なかなか抜け目のない陣形になっています。それでどうやってこの後衛の牙城を崩すかっていうと、おそらくデロンズなどの火力アップキャラクターとベリカを組み合わせて全体攻撃で倒す、もしくは僕は持っていませんがアイリーン・ルリなどの組み合わせで相手の後衛をさっさと倒してしまう。あと有効なのはセブンナイツのルディですね。ルディでパーティー全体の防御力を上げてやられないようにする、これはかなり有効だと思います。でスキタンチンさん、なんでじゃあダイヤに上がれないのっていうことなんですけど、やっぱりねベリカのレベルが34だと厳しい。せっかく全体攻撃してもレベル40のルリはちょびっとしか HP 減らないですね。なので今回の動画の最後にガチャを引いてベリカを狙ってみたいと思います。さてアリーナの話はこのぐらいにして、次は僕のキャラクターボックスでお話ししようと思います。狐に包まれてみたい？はい、ということでこれが僕のキャラクターボックスになるんですけれど、まあこの最初のメンツはおなじみのユリ、レオ、カリン、ベリカと、まあアリーナのスタメンですね。でシルビアはまあ前々回ぐらいまではスタメンで使っていました。そしてルーシーには非常に期待しております。ルーシーはパーティー全体の状態異常を直すスキルが備わっているんですけれど、アリーナでも状態異常が致命傷となって負けてしまうパターンがありますので、ルーシーでこれを対処する。それだけでなく攻城戦ですね、攻城戦でもいろいろな状態異常を使ってくる敵キャラクターが登場しますので、これに対してもルーシーは非常に活躍しています。もちろんそれぞれの状態異常に対応した最適なキャラクターは存在しますが、まあ、とりあえずルーシーを育てておけばなんとかなるという一家に一台欲しいキャラクターです。はい、それで次はセブンナイツを紹介しようと思います。僕はセブンナイツ、ジェイブとデロンズを持っているんですけれど、インターネットではこのセブンナイツが強いとか弱いとかいろいろと言われていると思うんですけれど、僕が使ってみた感想ではレベル30のジェイブとデロンズどちらかが非常に強いというようなことはなかったと思います。ただこのセブンナイツも組み合わせによってはめちゃくちゃ強くなると思うんですよね。僕がアリーナで対戦した相手の中でめちゃくちゃ強いと思った組み合わせはやっぱりアイリーンとジェイブ、アイリーンで火力を上げてジェイブの全体攻撃、これの火力は相当でした。
で、またアイリーン・ルリの組み合わせも強力ですね。そしてノートの方が紹介されてたクリス・ルディの組み合わせですね。ルディでパーティーの防御力を上げて、クリスで相手をやっつけながら全体を回復していくといったような組み合わせ。多分これも非常に強力だと思います。レイチェルは言わずもがな。カイザー・フェニックスによる相手の無力化が非常に強力です。そしてスパイク。スパイクを防御陣形と組み合わせると、一撃必殺の火力が得られますので非常に強力です。ということですので、まあ、現状セブンナイツはどのキャラクターも当たりということが言えると思います。はい、次はジーク。もうジーク言わずもがな。工場戦レイドで非常に役に立つキャラクターです。話は下の列に移りまして、左側のビクトリア。ビクトリアはパーティー全体の攻撃力を上げるスキルを持っているんですけれど、どうなんでしょうかね。防御陣形の後ろのキャラクターの火力をビクトリアでさらに上げて一撃必殺で敵を倒すっていうスタイル、今のところアリーナで遭遇したことはないんですが、強いんでしょうか。知っている方教えてください。次は真ん中のエルニアですね。エルニアは見た目が青色の非常に可愛らしい天使なんですけれど、まあ青い人が動画で非常に愛用されているキャラクターで、その強さは折り紙付きだと思います。はい、次はユイですね。ユイはアップデートで敵から受けるダメージ量を 20% カットするという非常に強力な持続スキルが追加されたんですけれど、実際ユイをアリーナで使うとなると、ユイはパーティー全体を復活するスキルがあるんですけれど、大抵は一人やられた直後に復活させてしまいます。そしてそのスキルのクールタイムも142秒。まあアリーナで1回使えればいい方かなっていうようなスキルなので、正直アリーナでは使い勝手が良くないかなと思います。まあ大体言いたいことを言い終わったんですけれど、セブンナイツってめっちゃくちゃ名前が似たキャラクター多くないですか。ユイとユリ、ルディとルリ、エレニアとエルニア。まあ動画を撮っていて言いにくいなっていうところなんですけれど、運営さんもっといろいろいい名前あるでしょなんて思いますけれどもね。でまああとはつらつらつらっといきまして、エヴァンはレベル40まで上げると多分強いと思うんですよね。なので無課金の方でしたらレベル40のエヴァンかレベル40のレオを前衛に配置して使うといいと思います。であとはダンジョンでドロップしたモンスターたちがいて、その後経験値、こんな感じになっています。はい、ということで今回の真の目的はアリーナでダイヤランクを目指すためにベリカを狙ってガチャを回していこうと思います。ルビーの方が今568個あるので11連を2回回したいと思います。いやー、久しぶりにガチャですね。緊張しますね。セブンナイツとか当たっちゃったりしたらもう無課金リセマラなしアリーナのすすめシリーズやめちゃうかもしれないですね。はい、引いていきましょう。お、金多いですよ、金。で、ガチャ動画で、大抵黒色を最初ペリペリっとめくって、金を1枚ずつそーっとそーっと引いていく人が多いと思うんですけれど、まあ男はね、一度にオープンだろうと。ということで、一気に開いちゃおうと思います。集中しろ、集中しろ。この一度にかけるんだ。オープン!ベリカ、ベリカが欲しかった。まあ、ルーシーとデイジは当たりですね。それでは気を取り直して2回目行ってみましょう。ベリカ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 オープン。セインカリンスニッパー、ビクトリアスニッパー、Where is my Berica? Thank you. Thank you for your kind attention. I like saying very much. See you next time. Bye.